犬はみんな自分のことを人間だと思っている。もし私たちが自分を人間だと思っている犬に真実を教えた場合、彼らはどう反応するのでしょうか。この考えについて探ってみましょう。まず、犬は言葉を理解する能力が低いため、私たちの言葉で彼らに真実を伝えることは難しいでしょう。しかし、人間の反応や感情を理解する能力は持っていますので、態度や行動で真実を伝えることは可能かもしれません。もし犬に実際の自分の姿を見せることができたら、彼らは驚きや戸惑いを感じるでしょう。また、環境や他の犬との交流を通じて自分が犬であることに気づくかもしれません。もし気づいたとしても、それは信じたくない真実であり、信じようとしないでしょう。犬にだってプライドがあります。これは憶測になりますが、彼らは人間であることに誇りを持って生きています。そのため一応、彼らの感情を尊重し、愛情と思いやりを持って接することが重要です。人間だと思っている犬にとって、自分が犬であるという現実は非常に残酷であり、ショックのあまり何をしでかすかわかりません。したがって、私たちが彼らにそのまま真実を教えようとするのではなく、犬自身にさりげなく犬であることを気づかせることが大切です。そして、気づかせるまででの犬との関係を築く上で重要なのは、常に彼らに安全と安心を提供することです。これによりショックを和らげることができます。犬は私たちのコンパニオンであり、家族の一員です。彼らは私たちの言葉を理解することはできませんが、私たちの声や態度、身体言語を通じて私たちの感情を察知する能力を持っています。したがって、徐々に気づかせるということを意識しながら犬と接することが大切です。また、毎日寝る前に、おやすみ、あなたは犬だからね、などと言い聞かせてから寝るのも有効でしょう。こうすることで、犬の潜在意識に、自分が犬であるということを植え付けることができます。そして、うすうす気づき始めたら、目の前に鏡を置くと良いでしょう。そうすることで、真の共存が可能になります。